皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。東京オリンピック柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直久31が13日に自身の x w ツイッターを更新。フランスパリの飲食店での出来事を綴った投稿が波紋を広げている件について言及した。 東京オリンピック柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直久31が13日に自身の XQ ツイッターを更新。フランスパリの飲食店での出来事を綴った投稿が波紋を広げている件について言及した。後藤は9日にパリにて店員さん着なくてそろそろ腕が限界な僕どうぞといい1枚の写真をアップ。 左手の人差し指を上げているが、なかなかオーダーが通らないためか、目は閉じている。海外だと店員さん呼ばないようにしてるんですが、時間なくて店員さん呼ぶしかなかったんです、と事情を説明したが、これにネット上ではアジア人差別ではないか嫌がらせなのでは、といったコメントが寄せられていた。そして13日に高藤は、なんかネットニュースなってるけど、 差別なんて受けてないですよ店員さん優しかったし僕はフランス好きですと綴っていた。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。